さあ続いてご紹介する匠の作品は同じく生活を彩る技能、中央杵築市能力開発協同組合技能士の会による日本の女性の霊装です。お話をお伺いするのは中央杵築市能力開発協同組合技能士の会東京支部長、一級杵築技能士、東京都技能士会連合会理事である指田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあそれでは早速視聴者の皆様によろしくお願いいたします。杵築の匠の作品ご覧いただきましょう。それでは作品のご紹介いただいてもよろしいですか。こちらがミスの第一連装になりまして、はい、あのおフリー袖になります。華やかですね。とても華やかで綺麗だと思いますけれども、はい、こちらちょっと初々しい着方をしていると伺ったのですが、はい、具体的にどういったところになりますでしょうか。あの襟合わせは特にはい、あまり開けないようにちょっと詰まった感じにするのがこの振袖の着付けのポイントになります。なるほど、それで着付けのポイントもあるということですね。ではお隣ご紹介いただけますか。お隣のお着物、はい、お隣のこちらのお着物ご紹介いただけますか、はい、ありがとうございます。こちらが結婚式の際に、はい、着るお色直し用の大振袖と申します。ちょっと振袖よりも少し丈が長く、お振袖の丈が長くなっておりますし、仕立て方も、はい、下にすごい布巾が入っておりまして、ちょっと豪華な感じに、はい、模様もついておりますね。色鮮やかで豪華です。じゃ小物も装着されてるんですね。はい、でこれを箱瀬子っていうんですが、はい、これを入れるのが習わしになっております。なるほど、ポイントになっておりますね、はい、から末広からこの抱え帯っていう帯を結んでおります。ありがとうございます。では続いてお隣の着物をご紹介いただいてもよろしいですか。こちらはミセスの第一霊装の留め袖になりますね、はい、ここに染め抜きの5つ紋が胸と後ろと両袖についております。それが留め袖の特徴でございます。本当に打って変わってシャープな印象ですよね。そうですね、襟合わせもちょっとミスの方よりもちょっとゆったりとした感じに合わせております。柄もおめでたい柄が、はい、裾模様になってついておるのが留め袖の特徴でございます。素敵です。では続いてせっかく帯も綺麗なのでこちらもご紹介いただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。こちらの帯結びは作者の方がお孫さんのために作った帯結びで、はい、作ちゃんというお名前がついてるんですね。で作家っていうお花に付けて結んでみたそうでございます。かわいい名前ですね。かわいいですね、はい、では続いて華やかなこちらもお願いいたします。はい、こちらはまたすごい豪華にできておりまして、なんか、はい、トキっていう名前がついております。色のコントラストも素敵ですよ ね、 そうですね。とても華やかに綺麗にできていると思います。ありがとうございます。では続いて留め袖のご紹介いただいてもよろしいですか。留め袖はもう二重太鼓が一番格式が高い帯結びでございまして、はい、普段よりもちょっと大きめに格調高く結んでおります。なるほど、もうこちらはあまり崩すことがなく、はい、この結び方で。そうですね、結婚式の親御さんとか仲人さんにお召しいただける、はい、留め袖でございます。の帯結びでございます。柄も素敵ですね。ご紹介ありがとうございます。どうも失礼いたしました。改めまして指田さんありがとうございました。